こんにちは。嫌な匂い。本日は皆様、私のダイエットセミナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。講師の美穂です。美穂美智子です。美穂美智子です。今日ここ来てある皆さんっていうのはね、やっぱりね、あのダイエットしたいとかエクササイズしたいとかね、そんな考えの皆さんばっかりやと思うんですけども、はい、ここでクイズです。私美穂は1年前何キロやったでしょうか。はい、あなた、うん、60キロ、うん、もっと重い、うん、あなた70キロ、うん、もっと重い、はい、あなた100キロ、100キロもないわよ。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 97キロでした。そんな美穂がなぜこんなスリムな、まあ自分で言うのもなんですけれども、出るとこ出てしぼむとこしぼむみたいな、こんなスタイルを手に入れられたかということなんですけど、これ一重にですね、こちら、はい、カロリーを抑えるということですね。これに尽きるわけです。キロカロリー、皆さん聞いたことありますね。キロカロリー、これら全て分解されますね。キロカロリー、それぞれ、CKAKLK というふうになりますね。まず CK、これカルバンクライン。AK、これ足臭いね。LK、これ LK ちゃいます、 1K ですね。だから 1K 住んでて足臭いやったらカルバンクラインの香水を振っときなさいということです、ね。今言ったことは全部忘れてください。カロリーの高い食べ物って何でしょうか。はい、あなた、うん、全然違う、カレー。じゃあカレーよりもカロリーの高い食べ物、はい、あなた、うん、全然違う、カツカレー。じゃあカツカレーよりもカロリーの高い食べ物、はい、あなた、うん、違う、全然違う、カツカレー2皿。カツカレー2皿で約3000キロカロリーですね。3000キロカロリーというのはカロリーのお化けです。もっと言いましょう、カロリーの妖怪ですね。あ、妖怪で思い出しましたけどもね、あのカッパっておるでしょ、カッパさんね。カッパっていうのは非常にヘルシーな生き物なんですよ。なんでかっていうと、趣味が相撲でしょね、これカロリーの消費がすごいですね。でね、好きな食べ物キュウリね、キュウリ1本6キロカロリーですね。たださ、カッパの皿の上にカツカレーを乗せてしまった3000キロカロリー。気をつけてください、乗せないでください。まあ、他にも妖怪、カッパのねライバルですけども、天狗というのがいますね。天狗さん、これも非常にね、天狗っていうのもね、ヘルシーな生き物なんですよ。まずね、手になんか葉っぱ持ってるでしょ、ね、あれグリーンサラダ6キロカロリー。で顔がね、基本真っ赤ですね。天狗っていうのは顔が真っ赤、あれね、唐辛子をたくさん取ってるんですね。カプサイシンの作用でね、どんどんねこのカロリー消費してるんですね。ただ鼻はソーセージ、120キロカロリー。気付けてくださいね、鼻だけはね。ちょっと話が妖怪の方にされてしまいましたけど、他にもね、皆さんにちょっとお伝えしたいのはね、やっぱりね、アニメありますね。顔がアンパンのヒーローご存知ですか、皆さんね。顔がアンパンのヒーローはね、あれあんま良くないですよね。ダイエットは見ない方がいい、あれは。顔がアンパンのヒーローね、僕の顔を食べとくるでしょ、これね。ね、僕の顔を食べとこうくるわけですね。これ四方ですね、20四方、20×20 でこれ大体かよ、9000キロカロリー、これ。9000キロカロリーを運動で消費しようとすると、うん、運動では消費できません。旅2年行かないとダメです。しかもなんかイノシシひっくり返したりとか、なんか鳥を捕まえたりする過激な旅ですね。だからもうこれやめてくださいね。でね、敵にね、仲間見てもね、天丼の男とかね、カツ丼の男とか、友達見てもカロリー高そうな連中ばっかりでしょね。例えば天丼の男とカツ丼の男を同時に食べるでしょね。これどうなります、これ9000キロカロリーね。9000キロカロリーを、これダイエットで運動で消費しようとすると、運動では消費できません。懲役3年いかないとダメです。だからたまに民芸品作ったり空見上げたりして、やっと消費できるカロリーでございます。ですから絶対にあのアニメ見ないでください。ほんで作者見たら、作者ガリガリですからね。作者見たらガリガリのお上司ですから、その辺気付けていただきたいなと思うわけですけれどもね。まあ皆さんね、やっぱりこれでだいぶダイエットのこと分かったと思うんですけども、やっぱりね、ダイエットの一番大事なことでね、何かって言ったらね、そのカロリーを抑えるっていうことなんですけども、まあそれ以外にもです、
あ、これめちゃめちゃ痩せるサプリメント、うん、あ、これ他にもね、いろいろあるんですけども、私ね、今回笑顔の連鎖という本を、出版いたしましてですね、これを皆さんにぜひ買っていただきたいなと思うんですけれども、こちらですね、まあ今すぐ買っていただけたら、まあ特別にですね、この特製の笑顔ちゃんバッジなんかもね、差し上げられることになるんですけども、笑顔の連鎖、私がなぜこの本を書こうと思ったかって、ある日のことなんですけどもね、私は電車乗ってまして、まあ電車乗っててね、私嬉しいことあったんですよ、うん、まあまあそれ、まあ、まあ恋色恋なんですけどもね、それもね、IT 社長と行けたんですけども、うん、じゃあ行けた IT 社長のこと電車でね、私ニコニコしてたんです、ずっとね、ニコ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 してた、そしたらね、前に座ってるサラリーマンがね、ニコ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 しだしたんですね、あ、笑顔って連鎖すんねや、連鎖していくんやって、こういう風に分かってね、私ね、この笑顔の連鎖書こうと思ったわけですね、まあその後駅のトイレ行ってね、鏡見たらもう前歯に口紅ついてましたけどね、そっちでしたけども、いろいろありますんでね、アップップ体操とかね、アップップ体操ありますか、鏡の前でアップップって言って変顔するんです、皆さんも一緒にやってください、変顔ね、にらめっこしましょう、負けたらダメよ、アップップね、変顔皆さんせない、変顔、さあさあ変顔ね、変顔、さあさあ変顔の伝道していただいて、でこれをね今すぐ買ってほしいということなんですね、どんどんね、もう今長蛇の列かなと思ってたんですけど、いまだに並んでないということにね、驚きを隠しきれないんですけども、うん、まあ連鎖していくんでね、ひょっとしたらサインの連鎖、握手の連鎖なんかもねあるかもしれませんけどもね、どんどん来ていただければ、非常にね、まあ、2900円なんですけども、いろんなね、写真集的な、ね、要素もありますんでね、シャワーカットもありますんで、男性にはまあおかずとして使ってもらえるかなという、まあ、そういうのもありますんでね、買っていただいてね、うん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 、ぬかです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 、ぬか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 に釘打つ美穂でした、さようなら。